背中触らさせてもらいます、はい、で触らさせてもらうとここ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 でここうわ硬いここここここでこの辺がガチガチになられてるんですね、はい、でこのガチガチになってるのはどんな感じかって言ったら、まあ、骨がずれたりとかすることによって、はいはい、まあ、筋肉がね冷凍庫の中に入ってるお肉みたいにガチガチに硬くなっちゃってるんですよ、はい、でそれをね今からねあの生肉に戻していきます、はい、でカイロプラクティックの場合はね骨のずれをまず先に取らせてもらったら、はい、あの筋肉柔らかくなってくれますので、はい、ちょっと初めにねしっかり取っていきますね、はい、こちら側を下にして横向いて休んでいただいてよろしいですか。私こうします。はい、で刈ります。はい、で刈ります。よいしょ。これでぐーっとひねっていきます。ダランとして今パキッとなりましたよね、はい、ダランとしてそうそうそう、栄養となりましたねこの反対側もいきましょうか。はい、足こうしますよ。はい、します、ね、腕返りますよ。はい、腕を返します。よいしょ。これでぐーっとひねってもらって、もうダラーンとそうそうそう、いい音となりましたね。いきます。そうそうそう、で、丸くなってます。そのままだよ。いしょ、よいしょ、いい音となりましたね。で、よいしょ、この右側向いてもらって、ほらもう取れましたね。音は鳴れませんでしたけども、綺麗にすっきり取れてくれました。では以上でございます。よく耐えていただきました。